どうも、毎日ジャズピアニスト金子です。今日はですね、三和音のコードの押さえ方を極めようということで、三和音の別の押さえ方をちょっとやってみたいと思います。で、コードのね、あの押さえ方って、あの例えばC っていうコードだったらドミソなんですけど、まあこれだけでも全然いいんですけど、他の押さえ方をすることも結構多いんですよね。それでこの4和音とかも、あの押さえ方って他にあるんですけど、4和音とかはあの4つ音があるので4通りの押さえ方があるんですけど、全部覚えるのって結構大変なんで、基本的には基本形と第二展開形ってやつを先に覚えることを僕は結構おすすめしてるんですよね。でそれなんでかっていうと、4つ覚えるより2つだけ覚えた方が早く覚えれるっていうのがもう1個あるんですけど、もう1個はですね、あの残りの2つがね、そこまでいっぱい使わないんですよね。覚える努力をした割には使う活躍の場が少ないので、あのちょっとね、メリットがデメリットの方が上回っちゃうんですよね。メリットをデメリットが上回っちゃうんで、ちょっとね2個の方がいいんじゃないかなって4話音の場合はお勧めしてるんですけど、3話音の場合ですね、一生懸命覚えた結果ものすごくよく使うので、他の押さえ方もこういう押さえ方もものすごくよく使うので、覚えた方がデメリットをメリットが上回るんですよね。なのでおすすめしております。なのでちょっとこれぜひ3和音の押さえ方を極めようということでちょっとやってみたいと思います。それでこの別の押さえ方を覚えたら何が便利かっていう話なんですけど、基本的に C っていうコードってこうやって押さえるんですけど、こっちで押さえてもこっちで押さえてもまあ問題ないんですよ。 C っていうこと、ドミソって音を弾けば C になるので、こういう押さえ方で覚えててもこういう押さえ方で覚えててもこういう押さえ方で覚えててもまあ極端にこっちでも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 ドミソって弾いてれば順番なんでもいいんですね。はっきり言って問題はないんですね。問題はないんですけど、たまにこういう風な書き方されたようなものが出てくるんですよ。ちょっとですね、こういうようなこういうようなこういう感じの C 斜め線 E みたいな、 E 分の C とかって言ったりしますけど、こっちは F on A とか、これも E 分の A マイナーって出てたりしますけど、こういう書き方結構出てきちゃったりするんですよね。でこれって何かっていうと、こっちこの音この音この音、こっち側の分母の音や、あの右上に音何々って書いてある音を一番下に弾いてねって意味合いなんですよね。この C とか F とか A マイナーとかっていう部分って元々のコードなんですけど、これをあえてこの押さえ方E の音を一番下に弾いてくださいねって意味合いなんですよね。 E っていうのはドレミファソラシドでいうとミの音なので、あのドレミファソラシドが C D E F G A B っていう風に英語読みになってるってことなので、 E っていうのはミの音なんですよね。だからミの音を一番下にしたこの押さえ方にしてねって指定になってるので、コードってこの場合は、なのでこういう風な押さえ方をしなきゃいけないんですよね。その時はね、別にこれでもいいんですけど、こっちの方がより曲の雰囲気が正確に出ますよっていう感じなんですよね。でこの F on A の場合は F ってファラドだから、ラの音を一番下にしてねっていう意味だから、こうやって押さえてねっていう意味だったりするんですよ。こっちでもいいですけど、こうやって押さえてねってことだったりするんですよ。っていう風に、この3和音3つの音のコードの場合は、こういう風に特別指定な音が結構頻繁に出てくるので、展開形を結局覚えておく、こういう風に音をこれが基本形で、音を押さえ方をこうやって変えたやつを展開形って言うんですけど、こうやって展開形、これが基本形で音が上に行って変わっちゃってるんで展開形って、これも展開形って言うんですけど、そういう展開形を覚えちゃった方がすごくいろんなことで結構メリットがたくさんあるんですよね。なのでこっちこれをこういう押さえ方、一度コードを覚えちゃったら3和音に関しては他の押さえ方も慣れておくことをちょっとおすすめしております。でこれさえ覚えておけば、意外とコードとかを見て弾ける曲の数が結構増えたりするんですよ。
これだけだとコード1個なんですけど、同じコードの押さえ方でこれも覚えておくと、意外とコード指定ってこういうのあったりするので、あの1個のコードしかな覚えてないのに押さえ方違うやつだけでコード2つ覚えたようなことになってしまうので結構お得です。でよく出てくるので、こういうコードはあのいっぱい出てくるので、ポップスとかでもよく使うので覚えておくとメリットの方が大きいので、ぜひぜひもしコードをこういう風な3ワンのやつ覚えたら、ぜひ展開系のやつも覚えてて、行ってもらえばと思います。そうするとこういうなんかね、あの分数コードとかって言ったりしますけど、オンコードって言ったりね、オンコードっていうのはオン何々って書いてあるからオンコードって言ったりしますけどね、これなんか分数になってたりするんで、これ分数コードとかって言ったりしますけどね、こういうやつ、これね厳密にはねポリコードみたいな書き方されるんですけど、まあそういうのちょっと置いておいて、まあこういうようなやつとかもあったりするんですけど、そういう風なやつとかも弾けるようになっていくので、これね、とっても便利なのでぜひぜひやってみてください。これで、コードの3番の押さえ方をぜひ極めてみてください。それするだけで曲の弾く幅がガラッとものすごく広がっていくので、というわけでこれを使って展開系を使ってジャズってみてくださいませ。金子のジャズレッスンでした。バイバイ。